おはようございます。本日は1月の5日朝4時47分の相場解説です。 FX ってのはいいですね。こうやってオフィスっていうかね、自宅にいて朝少し、こうやってね相場を読んで一定額エントリーすれば、それが1日のね利益、いわゆる日当1万とか2万になっていくわけなんですよ。例えば1日の日当が平均で1万もらえたら、とりあえずは暮らしていきますよね。あとはロットを増やすだけなんで、とりあえず少しでも勝てるようになったら、あとはロットの問題なんですよ。まあですんでね、FX ってのは、私がいつも言うように、4対6で勝てるようになったら、差額の2割でやっていけるってことが、やっぱりね、ここでも改めて確認できるんですよね。ということで、前置きはこの辺にしときまして、今日はね、デイリー4時間、1時間、そして1分足というふうな4段階で見ていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ画面を切り替えていきます。最初に出てくるのはデイリーなんですが、デイリーの方はね、どういうふうに見ていくかっていうと、もう皆さんご存知ですよね。右肩下がりなわけですから、こういうふうに線を引いていきます。右肩下がりね。で、移動平均線もよくチェックしておいてくださいね。で、肝心なのがですね、ここなんですよ。陽線が2本出てますけども、一番最後。下髭がこれだけ長いってことですね。下髭が長い陽線ってことは、これから上の方に向かうってことを暗示してます。ただ上の方向に向かったからといって、結局はね、こうやって下がってくると思うんですけどね。で、その辺を4時間で確認していきます。はい、いかがだったでしょうか。動き方としては、ストーンと落ちてきて、同じぐらい上昇して、ストーンと落ちて、やっぱり同じぐらい上昇して、ストーンと落ちましたね。うん、ということなんで、こちらからこのね高値を超えないところまで上昇していくんだけども、でもまたねどっかでストーンと落ちるんじゃないかなと思ってます。こういうところでね、まあ、ですんで曲がり鼻を打てばいいんじゃないかなっていうふうに大まかな方針が決まってきます。最終的に1時間の軸でどうするかを決めていきます。はい、ということですね。私が思うのは、一つはここですね。このゾーンに当たって帰っていくんじゃないかなと思います。これで、もう一つはこちらです。こちらの大きなゾーンにぶち当たってこっち行くのかなと思いますよね。この2つのどっちかですよね。だからセルの、エントリーポイントを探すってことになります。で、1分の方をね見ていきますけども、1分は横ばいですね。もうこれね、横ばいってことはこれから、もうそろそろ売りの方に向かっていくのかもしれないですね。まあそんな感じで今日は見ています。はい、まあ売りは売りなんですけども、まあ、これが午前中の売りなのか、今日は売りのタイミングがないのか、このぐらいまで絞られてきたかなと思います。まあ、ですんでね、午前中注意深く見てセルが始まらないようでしたら、そしたらもう、ね、明日の勝負ですね。で、今日はもうエントリーなしで諦めます。ということで方針が決まりましたので、本日は以上です。皆さんはね、どのような相場解説になるでしょうか。それから FX の基礎講座の方、参加の方ね、いただきましてありがとうございます。随時受け付けておりますので、ご入門日から毎日ね、100日にわたってメールが届くと思います。そのメールの中に搭載されている1分ぐらいの動画を見ていただければ、基礎講座の基礎の方が固まっていくんじゃないかなっていうことですよね。そしてせっかくトレードするんだったら、動画に残しておいてください。動画の方からも収益って見込めるようになると思いますんで、できれば YouTube に上げていただければ、後で振り返りもできますしね。で、無料コンテンツを大量に出すことにもなりますんで、まあ、一石二鳥かなと思っております。本日は以上です。